どう考える？西武池袋のストライキ問題。そごう・西武の労働組合がストライキを決行しました。百貨店としては61年ぶりのこと。そもそもストライキは労働者が条件の改善などを求めて働くことを集団で拒否することで、憲法で認められた労働者の権利です。4年連続の赤字、約3000億円もの負債を抱えるそごう・西武。親会社のセブン&アイ・ホールディングスは赤字を減らすため売却することに。親会社が変われば従業員は自分の仕事がどうなるのか不安になります。売却後には西武池袋本店に集客力のあるヨドバシカメラが入る計画で、売り場面積が減り人員が余ると予想されます。その場合、新しい親会社とセブン側で受け入れるとしていますが、組合側は百貨店に就職したのだから百貨店で働き続けられるようにしてほしいと求めました。しかし経営再建のための変化や人員整理は企業としてやむを得ない動きとも言えます。去年11月に売却方針が公表されてから、売却直前まで直接話し合いの場がないまま進み、ストライキに。その最中、売却が正式決定しました。